1>, 1月13日に行われた台湾総統選では民進党のライセイトク氏が558万票で当選大きな争点となっていた対中問題については蔡英文総統の路線を引き継ぐ結果となったが立法委員選挙では民進党は過半数割れしねじれが生じる結果となった。 今回の台湾総統選の結果をどう見るべきなのかまた新総統のライセイ氏はどのような人物なのか今回のザ・ファクトでは台湾問題の第一人者である平成国際大学浅野副学長に現地の様子を交えてインタビューを行った まああのいきなりなんですけど今回の選挙結果、阿松先生どのようにこの七ま社長か。そうですね。あの総統選挙についてはまあ,あのもう9月から予想していた通り、うん、で結局まああの与党がリードを保って勝ったと、うん、でそれはそのアメリカや日本との基本的な関係も変わらないということですので、うんうん、まあ、一安心とうん、うん、ただその立法院で今お話にあったように。 単独化半数を取れなかったので、まあ、そういう意味では、今後。与野党調整がですね、いろんな形で必要になると、うん、ただ。そんなに心配してなくて、うん、やっぱり、あの、外交安全保障は。相当案件ですし、うんうん、まあ、予算は議会ってなりますけど。うん、その、非常に対決的な議会かというと、その政党の。政策から言うとですね。そんなじゃないんですね。あそうですか。はい。あの、<っ>一部の。 あの直接外交・安全保障というのではない政策ではかなりの差があるんですけど実は基本政策で案外差がなかったんですね、うん、だから大丈夫だと思ってるんですけど、はい、あなるほど、はい、あの特にですね、はい、あの結果あもう大きいんですけれども中身においてですね、はい、先生が注目された点があればぜひ教えてくださいはもともと選挙ではこう大きな争点我々から見ると2つあったんですね。1つは、うん 政権交代圧力はどのぐらいあるか、はい、で今まで台湾の選挙では民主化されてからですね2000年以後、うん、一つの政権は、まあ、1期4年で2期8年、うん、で8年ごとに政党の間で政権交代になってたわけですね、はい、2008年民進党から国民党、はい、16年に国民党から民進党、うん、で今回もう当然ですね台湾の人たちはやっぱり政権交代させたがるのかなっていうことがあったんだけれども 変わらななかったったていうのがのが一つポイントなんですね、うんうん、それであの事前にはですね6割あるいはそれ以上が政権交代を期待してるっていう世論調査があったんですよね。っ,っていうのはそのやっぱり2000年より前というかあの国民党時代があまりにも長くて独裁的になってたから一、はい、つの政党が長く続くのはそういう意味でなんか怖いっていうような、ね、うことがあるんじゃないかと言われてたけど、うん、それを乗り越えて3期目に入ったと。はい というところが案外あの一つのポイントで,、うん、でその時にその6割以上がですねあの変わりたいって言ってるとかいう報道があったのでじゃあ民進党支持どうだったかというとこれ見たら分かるんですけど、うん、実はあの前回の,あのこれ政党名投票でいうと481万だったんですけど、はい、今回498万なんですね、うん、実は民進党の票増えてるんですようん、うん、これあの政党名投票の立法院の選挙ですよ。うん で実はあの全体の投票率が下がったんですね、今回。うん、実は今回は3社のあの競り合いでしたから、はい、普通考えれば投票率上がるんですよ。うん、2>, 2人じゃなくて3人がずっと最後まで争ったんですけど、はい、ところは実は投票率下がったんです。うん、前回より3ポイント下がったんですよ。はい、だから合計総得票数はあのあんま増えてないんですけれども、うん、まあその中で増えたと、うん、だから民進党は増えたと、うんうん、いうことは、 あの政権交代させなくていいという人が案外いるってことなんです。だから国民党が増えているよりも民進党の増加率も高いでしょう。高いですね、はい、今回の方がね。はい、それなのに十議席減ったわけですよ。うん、結構な謎なんです。だから民進党の方は議席あの政党票がこんだけ増える支持があったはずなのに議席では十減ったの。で国民党の方はほんのちょっと増えただけなのに議席は十六増えたんですね。ええ だから16増えたのと10減ったのですから、うん、これはやっぱりその選挙戦に何らかの,あ,のある意味の下手くそというか <laughs> <ー>民進党の側にあの戦略的に不十分なところもあったかもしれない。なるほど、はい、まあでもトータルで言うと、はい、あの浅野先生が、はい、あ産経新聞さんの正論でも、はいはい、おっしゃった,たように、はい、現状維持。 そう、ほぼ台湾の皆さんは選ばれたと。ねはい、まあ、それはそうだと思います。うん、っていうのは、あの。実はその三人ともね。うん、その三人の候補とも、大きく変えることは実は言ってないんですよ。<ー>これはね、あの日本の一般の報道が、片方が独立寄りで。うん、片方が統一寄りとかいうような報道が一般にありましたけど。うん、あんまりそうじゃなくて。だから、その。国民党の。中も。 多少いろんな色があるわけですけど、バレエ級なんかはかなり真鍮です。けれども、はい、公有儀っていう人は決してそうでもない。もう1、ん、は履歴から言ってもですね。まあ、この対外関係関係ない人で、ずっと警察官、うん、もう警察一筋ですね。<ー>大学卒業して、もう警察官になって、うん、超出世ですよね。<ー>最後はなんと日本でいうと警察庁長官ですよ。 一巡査から、<ー>警視総監じゃないですよ、うん、警察庁長官ですよ。うん、まで行った人ですよね。うん、だけど、それって外交も安全保障も全然関係ないじゃないですか。うん、だから、それで、それが後で、その新北市の副市長になって、市長になったと。いう経歴ですから。うん、実は、その中国、どうするっていうこととは、もともと関係がない。うん、で、それで、台湾の人の生活を守ることが。彼の最大関心事ですから。はいうん 実はその92年コンセンサスについてもです、ね、条件的なことで1、まあ、つの中国は一応国民党などで認めると言っているだけで、うん、それ以上踏み込んだ発言をしてなかったんですね。うん、でカ・ブンテツもですね対、まあ、米関係非常に重視を言ってて、うん、で中国とも仲良くしたいと、うん、そうすると今米中対立がだんだん見えてるから、うん、米中対立がいってしまうと台湾としても困るとアメリカとも付き合い 中国とも付き合いたいから、だから台湾が米中の橋渡し役をやるみたいなことを言っていたのであって、うん、決してその中国にずっと近づいていくということを言ってないんですよ。うんうん、そういう意味では、その三者ともにですね。うん、そんなに大きく対中関係を変えると言っていたわけではないんです。うん、ただ、その交渉したい、いつまり融和したいっていうところにおいては、国民党が一番融和したいと言ってたし。うん、あのカブン鉄民衆党もそれなりに、そういう路線ではあった。うんうん っていう程度の色合いなんですよ今回の総統選で選ばれたライセイトク うさんなんですけど、はい、まあ比較的今まで,でも副総統として、はい、日本でもまあまああのそれなりに認知度がある。はいはい、あの改めてですけど、はい、どういう方で、はい、先生はどういうところにこの来世徳さん注目されますか。そうですね。でこの人はあのもと医者なんですよね。はい、ですから大学をあの最初はあの本当本当の医者ではなくて衛生学みたいなそれから普通の医者になって、うんうん、それからこのアメリカの大学で今度公衆衛生学で修士課程まで。 取ってるんですね、うん、で医者から始まったけど国民生活を守るには医者だけじゃダメだということで、うん、政治家になるということで,、うん、で民進党一筋ですよね、うん、それでまあその間には最初は台南市長もやりあ一番最初は国民大会代表が台南市長で立法委員もやってて、うん、それから首相もやって、うん、でこその後に副総統と、うん、でそういう意味では非常にあの政治家として、うん、あの地方政治から 国政行政に関わることまでですね、非常に立派な経歴のあるというか十分な経験のある方ですよね。はい。あの元々はですね、あの確か来清徳さんはお父さんがタンゴ夫あそうですね。で、もういわゆる庶民階層からの出身。はい。そういう言い方もすごくされていて、で本人もそれを割と言ってて、その通りですけど、まあお母さんが頑張ってね医学部まで出してくれてねっていうことだと思いますが、はい。 まあそういう雷清徳さんを選んだ台湾国民の方々なんですけど前回の4年前の蔡英文さん再選の時と比べて台湾の皆さんも何か変化とか、はいはい、なぜ今回こういう結果になったかに関しては先生は何かお考えございますか、あのー すごく民主主義が落ち着いてきたっていうところがあってあまあコロナもあったっていうことがあってですねその選挙運動のやり方はかなり変わっちゃったんですね<お>だから2000年2020年の前回まではもうとにかく街頭へ出てすごい選挙運動をやってて、はい、みんな大集会に集まってて、うん、ところがその後は集まれなくなっちゃったわけで、うん、コロナがあってね、うん、だから2022年にあの統一地方選挙やりましたけど、うん、やっぱりいろんな制限がかかっている状態で,、うん、で今回久しぶりに フリーでやって良かったんですけど、うん、ただその間にですね、あの選挙法をいろいろといじっていて、うんうん、だからあのこれは各市町村ごとでやってるんですけど、例えば台北市は台北市として選挙のその掲示物はこのぐらいやっていいとかっていう条例を作ってるんですね。あえ、え、仕事自治体ごとにしちゃうんですか？違うみたい。<laughs> で、台北市は台北市で作ってました。でそれ見るとだから例えば地上から あの何メートル以内は道路にあると邪魔だから、ええ、道路っぺりの場合はあの例えば3メートル30まで置いちゃダメよとか、ええ、あの空き地ならいいよとか、ええ、でさ高さ6メートルまでいいよとかそういう事細かにですね、ええ、今回は規制が入っていてでそれを守ってやるっていう選挙でだからその法律ができた時にはですねこれじゃあもう選挙戦派手にできないじゃないっていう声が。<laughs> 結構出てて、ええ、まあでも最後今年に入ってからは結構派手にやってましたけど、えー、でだからその12月までもう選挙1ヶ月を切っていてもですね、うん、そんなに大集会あんまりやってなくてそれ、うん、から街頭でですねその昔だったら大スピーカー付き車でギャーってやって,て、はい、しかもそれ20台ぐらい連ねて練り歩くとかってことをやってたわけですけど、はいはい、それはなんていうかな市民生活の邪魔というか受けが良くもないからやらない感じで、えー、それどころかですね今回 あのびっくりしたのは年末にあの取材に行きましたけど例えば台北市内でですね、ええ、道路沿いに選挙事務所が見つからないんですよ。でどこでやってんだろうって言って国民党本部とか行って聞いて、ええ、たら市会議員の方で今回国会に出るこの人が事務所ありますよとか言って教わってそこで直接電話して、はい、そしたら「市議会議員議員事事堂の中の中務所なんですよ、ええ、いやそれは事務所あるでしょうけどいわゆる選挙事務所じゃないじゃない」って本人の事務所ではあるけどね、ええ、みたいな感じであんまり あのストリートに面したような事務所が案外目立たなくて、はいええ、それで台南でもそんな目立たなくてで高尾ではちょっと見たんですけども、うん、そのぐらいちょっと前と様変わりしていましたあくまで政治に関心がなくなったわけじゃなくて、はい、民主主義が落ち着いてきたそうそうやり方を変えてきた、はい、だからで S とから SNS と が中心でメディアが中心だから<ー>その街頭でっていうよりもそういう形で,で、えー、あとは市民生活に影響を与えない範囲ではやってみようってことだったと思うんですけど、はい、こ,れこれはねはい、はい、これは高尾でこの女性はですねあの陳美賀っていう人で、うん、あのこの人は大学が明治大学で、うん、あのその後あの早稲田の大学院行って、えー、で法学博士まで取ってる。 人なんでだからこの人なんかもたまたま行き合って知ったんですけど、えー、もちろん日本語ペラペラで、えー、だからもし当選すれば親日派で。 あの国民党の日本向けのある程度顔になった可能性もあるんだけど落選しましたけど<ー>でこの人なんかはだからそうそう街頭でガチャガチャ音を立ててるのではなくて、うん、自分を知らせる方法としてあの渋谷あたりよく走ってるあのアドトラックい走っていなんですかこれね全部あそこはそフル動画で動くやつなの。 だからそういう意味では金はかかってると思うんですけど<ー>でこれは音はま出さないでこれを街中流すわけですよ。で誰でも見ますよねだからこれはいいなこれはと思ったんで、うん、聞いたら高尾でこれ一台だけって言ってましたでも残念ながら落選したんですけど<ー>でこういうやり方、うん、だからその自分から見たい人は見るんですね、うん、あるネット上でも見るんですよねだけど無理やり飛び込んでくる部分は減った。 ですねで多分これがその投票率がが全体に下がった大きななな理由じゃないかなだから関心がない人たちはあの生活しててもあんま実は触れない最後の大集会はあってテレビではやってますけど、うん、テレビもそのチャンネル見なきゃいいわけでしょ、うん、で SNS 見なきゃいいわけでしょで案外ねあの 3, 3社がずっとやっていた割には冷静な選挙だった。うん 当然その SNS フェイクニュースも含めていっぱいいろんなことをやってきたに決まってるんですけど、うんうん、ある意味こう慣れてるっていうか、うん、別にあのいつものことであって、うん、選挙の時には度合いは高まってますが、うん、なんか急になんか新しいことが起こったわけじゃないというか,、うん、か新しいこととしては気球が飛んできたんですよね。ああ、うん、あれれれれははまり前はななかかったももしれないけけどどそそ見ばばうん、でです例えばジェット戦闘機があの 中間選こうやってやってくるとかなんとかそんなのは日頃から何かの度にやってることでそんなに驚くことじゃないというかそれでその3者の中で最後あの選挙戦で結構影響があったのがですねあの国内政策の問題で若者向けの,その住宅政策どうするとかっていうのが結構ポイントだったんですね。今若いいい人たたちがが住みたくてても都市部で高すぎて新しい家なななかかなか買えないとか っってていうのがあってで誰もがそれに対する政策を言ってる、うん、あるいは教育非道するとかね、うん、まあ少子化対策も含めてあるわけですけど、うんうん、案外そういうところださっき言ったようにその大きな政治のところがそ,のそんなにねあの案外違,違ってないというか,、はい、か周りでガチャガチャ動いてる人はいてでそれはにあの外国にはそういう報道がされてますけど、うん、やっぱりあの日本でもね あの外交安全保障はにななならいいわけじゃだから、ええ、台湾でもあの落ち着いた民主主義になってきたらやっぱりいや女性政策どうなってるのとかね、はい、そういうことは大事なわけですね。はい、それでその、うん、公有儀がそのやっぱり住宅政策で若い人に安,い安く借りられる公営住宅たくさん作るとかいろいろ言ってるわけですけどテレビ討論でも言ってたわけですけどこの時に指摘されちゃったのが彼の奥さんの名義で。 あの台北にある大きな2万5,000人ぐらいの中国文化大学ってあるんですけど、うん、その学生向けのドミトリーをですね、うん、持ってるとでそれがその家賃がすごく高いとな日本円での 7, 万7万円以上みたいなでほら向こうの常識からすると普通より5倍以上高いんじゃないですか<ー>でこんなのを、ね、持ってねあの家賃取っておきながらですね、うん、あの安い若者向け住宅とか言ったって説得力ないじゃないかみたいなこと言われちゃって、うん、こ,うこういうので支持率ちょっと下がったりとか。 でこういういのってあんまり中国のフェイクニュースと関係ない部分かもしれない。そうかいやあのですねもうその中国のフェイクニュースがすごい今回活発だとかですね、はいはい、もういろんなもうわらだしだついつい外交面だけの部分の選挙面、はいはい、戦争の選挙でのそういう部分ばっかり見がちなんだけど、はいはい、実は台湾の皆様は、はい、そういう中で、はい やっぱり国政の中身の方を非常に見るようになってこられている、はい、もうこれはあの念のためという感じなんですけど、はい、決してそれは中国に対して関心がなくなったわけではなくてなくて、はいはい、民主主義で実現していくものの幅が広がってきたというふうに実際にあの民進党の本部へ行ってあのフェイクニュース対策とかも聞きましたし、はい、国民党の議員の方とかも話を聞いてますけど、はい、あの台湾の人たちがですね あのどういうニュースってこともあるけど、うん、誰から流れてきたとか、うん、どっから見たとかによってその信憑性を判断するところがあるんだと、うん、ですから例えばそののフェイクニュース誰々がこんなことやってたみたいなのがあったとしても、うん、それをこうインフルエンサーの人が流すじゃないですか、うん、そうすると例えば民進党はそれをキャッチすると、うん、そうするとそれこそ事実確認をするサイトがあって、うん、それは事実じゃないよと、うん、それをじゃあ政府として事実を1分か2分の短い 動画とか分かりやすいものを作ってそうすると今度その信用性のあるる人から逆流させるんですね。<ー>だからそうするとテレビでやってるから新聞に書いてあるから信用するっていうより、うん、あの人が言ってるなら信用するとか、うん、あの人初で流れてきたものは信用するとか、うん、っていうことが結構あって、うん、ですから量だけでそのフェイクニュースの影響力が決まるわけでもないんじゃないかなっていうですねそういうルートとかっていうのが結構ちゃんと 対応お伺いしますよねもう民主主義のあり方としてちょっと私羨ましいなみたいな感じの部分があります。はい、でそれでねこれがあの、はい、さっきの公有儀への判断っていうところで非常にその成熟してきている台湾の人たちのその判断力を示す一つがですね、はい、今回その国民党の国民党と書いた国会議員選挙で国民党と書いた人が476万人いるんですね。うん、ところが公有儀 っていう風にして投票した人は467万人しかいないんですね、うん、だからちゃんと政党名で国民党を書いてるのに入れない人が9万人ぐらいいるわけですで、これは非常に珍しいことで、うん、例えばその来政党だったら民進党って言ったら498万だけど、うん、来政党は558万取るわけですよねなるほどあるいはその過分鉄も民衆党は304万だけど過分鉄は369万取るわけ60万票以上つまり 無党派とかあるいはその3人の候補者が出てるのは3つの党しかないわけですよね。それ以外に本当は15も20も他の政党があって、はい、その人たちは誰かに入れるわけですから、うん、普通は上乗せになるはずな、うん、ところがこういだけは逆に減ってるわけですよね。うん、ね国民党のねはいはいこれが党、あのー・公のいだけは減ってると、はい、減ってる国民党に入れ出入れておきながら減ってるれでこれがさらに言うと新北市っていうのは現在 公有儀は現職の新北市長です2022年の秋の統一地方選挙ではこうい、ん、う儀はですね新北市においてあのキリン下流っていうのは民進党で出て1対1でやったんですけど、うん、60何パーセント取って、うん、あの圧勝してるわけです、うん、ダブルスコアに近い圧勝したわけです。はいうん、とはその新北市で今回彼が取ったのは86万票で、うん、来政徳が94万票なんですね。 だから年わずか2年前に圧勝で国民党の方がそして同じその公有儀が取っていた票が120万票ぐらいあるのに今回これだけで逆に来世徳に負けてるわけです。というってことは国民党支持者あるいは,あるいは公有儀支持者がその新北市長としては公有儀って言った素晴らしい人で2期目もぜひやってほしいから大量得票で当選させたのに。 同じ人が今度総統選挙で出たらいや総統としてはどうなんだろう、うん、っていうわけで実は国民党の人すらちょっと少ないだこういうところを見てもですね、うん、あの台湾の有権者っていう人たちがですねなんか噂とかだけで判断してるんじゃなくてその自分たちは今どのポストを選んでいるかそれには誰がふさわしいかということでちゃんと決めてるんじゃないかと。まあ、もう日本でも今も今、はい はい、のあるところの市長をやって評判だった方が今国政に出たらみたいなすごい言われてるとするとちょっと見るとやっぱり台湾の方々の選択というのはそのいわゆる市長人気とかこの仕事での人気があるからそのまま何かをやらせてみてはような簡単にはそのに考えられないという意味で非常に落ち着いたもの,の見方されてますね。ではないかなと思いました。ああとと私私ですね今、はいはい、今日先生からお伺いしててちょっっ目が動こうだったのののが、はいはい、やははり今回の選挙の結果を見て私は ちょっと国民といわゆる新中国派が中、はい、台湾で増えてるんじゃないかと、はい、ちょっと心配だったんだけど、はいはい、決してこの数字での内訳をよく見たときに必ずしもそうではないというふうにやっぱり理解すべきだなと思いました。これがその、はいはい 台湾の国立政治大学っていう文化系ではトップの大学ですけどそこがあの1992年からね、民主化が始まった時から毎年同じ形でずっと世論調査をやってまして日本ではありえないけどアイデンティティ調査あなた自分を何人と思いますかっていう調査なんですで緑は私は台湾人です台湾人ですとか中国人じゃなくて台湾人ですでブルーは中国人です台湾人じゃなくて中国人です でピンクは中国人人ででああり台湾人であるとでご覧の通りでですね緑が今60%以上超えてるのが当たり前になって、はいはい、で逆に中国人っていったら2.5%しかいないです、うん、だったら統一派がが多いいはずがないんです、うん、で実際にその実は中華統一促進党というですね、はい、すぐ統一しましょうという政党も選挙に出てたんです、うん、でこれあのちゃんとですね比例代表全国比例代表でやってるんですけど、はい、得票率は0.13%ですよ。 うんこれが現実でねこれ面白いのは台湾人意識はですね実は2段階で高まってるんですよ 1>,、はい、で1回目がね2000 2008年のところなんですね、うん、でこれ何かっつったらあの馬英級国民党政権がでできた時なんですよんでこの時に中国から団体客が台湾に普通に入れるような大量の中国人が台湾に入るようになったんですよで日常生活の中で中国人たちと接するようになったら、はい、あれ 我々台湾人と彼だと生活感覚からいろんなものの食べ方から喋り方から違うじゃない我々台湾人で中国人じゃないよねって言って増えたわけですでもう一つがこの19年から20年これはあの香港問題、はい、だからまあすごくちゃんと反応してる。台湾の方々の民意というのは民心というのは非常に客観的に冷静に見てるっていう感じがしますね。 と思いますよだからあの現象で見るとねものすごい盛り上がって何十万人でわわわわって集会やってますけど実はその判断自体は案外きちっとやっっいいやそれを聞いてちょっと私ある意味で安心いたしましたあの台湾のね皆さんの心がちょっとぶれてんのかなみたいな、はい、あの揺れてんのかなみたいにちょっと思ったんだけど、はいはい、決してそうではなくて、はい、逆に地に足のついた民主主義になってきてるというのが、はいはい、あ今回の選挙の結果であり今の現在の台湾の姿であると。はいはい このように理解してよろしいというといはいそう思いますはい、はい、今日はどうもありがとうございました <music>